あかんって。キングジョージ。こんなところで終わりたないってよ、今日もう。ほんま頼むわ。どうも、コング!どうもキング!キングジョージ!はい、ということで、本日なんですけども、はい、ということで本日なんですけども、今回は長い時間をかけたドッキリとなっております。タイトルなんすか？ということは、次曲マシンメンバーの間に深い溝ができたらどういう反応するのか、ドッキリ。で、今から僕とキングが、タクちゃんとジャンボのところに行ってジョージの悪口を言います。で、その時にタクちゃんとジョもどういう反応するのかっていうのを別々で見ていくんですけども、俺らむっちゃ仲いいことあいつらも知ってるから、ある程度伏線しなあかんなと思って、ストーリーとかね、いろんな匂わせとかもしながら、この 1,2 週間かな、やってきたよな。うん、まあね、あの右乳首と左乳首の大きさは微妙に違うということでね、早速本日もやっていきたいと思います。レッツゲットスタートリー。はい、地獄。はい、はい、カメラセッティング準備完了して、ジョージ君だけちょっと出てもらって、俺ら二人で、ま、タクちゃんを待つ状況にしたいなと思います。もうガチだるいんで、やめさす方向で行った方がいいんじゃん。うん、ウェイス、それは思うわ、マジで。フジモン、あ、フジモン頼むんですよ、コンビニ行った。うん、俺の特等席、ほんまにやめさす方向でさ、うん、一回会議せえへん。もううざすぎる。何が？いや、もう俺らもうフジモン無理か。どういうこと普通に腹立ってんだ。え、あいつ今どこ？コンビニや。やばいよ。急にどうしたん？そんなにいきなりさ、動画とかでさ、意味わからんこと言わせたりする。まあ、それはあるよ。ノリが分かってない。それは、じゃあ意味わからんこと言うのはもう、それはあいつのキャラや。それ逆にいいところではない。いや、もうちょっとしんどいわ。急にどうしたん？リンも言うてたな。でも、お前らでもすんの、マジ今度普段言ってなかったかな、陰口みたいな感じなのやめへん。お前ら絶対そういうの言うタイプちゃうやん。言うやったら直接言おうや。無罪は。カメラないよな。何なんかね。ほんまに言ってる。お前らそん普段から言ってる？ここ最近。いや、あ、そや。じゃああのストーリーは。あれ藤本。いや、俺マジでおかしいと思って。そういうのほんまにやめようや、グループやし。お前が抜けるか抜けんかわからんで。やけど、リンも俺もセッキーは抜けて新しいチーム作ってもいいね。どっち来る？どっち来るっけ？どっち来んねん。いや、選べへんやん。いや、どっち来んねんって。マジ選んで。無理やろ、お前ら、それは。急すぎやろ。一回話し合いはしようや、それはみんなで。終わり終わり。フジモン帰ってくるのに帰りたいな。外に、あれは、たくま、充電器あるからちょっと待ってくれ。ちょ、もう一回考え直して。ほんまに。どこにあるの？な、畳の部屋も。お前らほんまにやめてくれって。別にいいやん。直接言うだけ。お前言ってくれ。思ってること言ってるだけやん。
やめてくれ。おいやめろって。もうちょっと落ち着いてくれって、ほんまに。ちょっと待って、マジで落ち着いて。ちょっと頼むよ、お前さ。え、もうこうなったらほんま終わりやで。来い、来いよ。ちょっと、もう出ていくねん。ちょっと、そんなに待ってよ。行くかな、お前とかが行くわけないんけ。賛成じゃん。マジでやめてくれ。願い下げじゃん、お前らなんてやる。待って、一回話しよう。一回話しよう。そんなやつだと話すことないやん、マジで。一回話しよう。そんな話すことないやん。いや、話すことあるでしょ、タケもどっちつくかよ。どっちつくのがないって。どっちつくねん。お前らも一回落ち着いて、落ち着いて考えよう。一回座ろう。一回座ってくれ。頼む。お前も、一回座ろう。お前らお前らやって。なんでそんな、突っかかる理由があるの。なんかねやって言ったらいいやんって、今。言ってたやん、ちょっと。10万人マジかやぞ、俺ら。こんなところで終わっていいんかよ。このまま俺らもっと行くって約束したんじゃん、みんなで。こいつはこんなところで俺終わりたないねんって。この気持ちはわかるけど、こんなやつなんじゃ。頼むって、ほんまに。ほんま頼むわ。ほんま頼む、お前らも頼むわ。話し合ってくれ。お前がそこまでせんけん。キングジョージはあげるわ、このまま。俺ら新しくやるから。それは許して。それは絶対だ。もう別に映画はもう出ない。あかんって。キングジョージこんなところで終わりじゃないってよ。もう俺お前らともう一回さ、みんなで100万人目指す、したいからついてきてくれよ。座れ。ついてきてくれ俺に。いや、お前のせいでこんなってんの。ん、お前らのせいでこんなって。いや、悪いのは 俺だけ、ほんまに。お前、俺やって。お前、俺やって。どう考えたら俺やっけ。俺が管理できてないか。悪い、俺が悪いって。もう俺が悪いから、ほんまに喧嘩だけはやめてくれ。あとはタクモがどうするかやな。じゃあ帰ります。話し合いは終わってんねん。終わってない。お疲れした。今までありがとう。くそ、俺が悪いこと。別にお前悪ない。お前これは俺が悪い。もう俺やる。このままで終われるわけないから、人生かけてやっていこうや、これからも。喧嘩なんてあるって。そんなん、こんなん、こんな、なんぼでもあるから。これから先この100万人いてもあると思うし、そんな中で自分がさ、どうやって仲直りしてやっていけるかっていうのが大事やからさ、絶対こんなとこで諦めやんとこや。別の形で頑張ろうと思ってる。戻ってきてくれた。うん、ありがとう。もう一回お話だけ頼む。チャンチャンペンパンポン。久々やったな。出たって、お前らマジで。たー、ということでドッキリ大成功。待って、また言ってたのこれ。待って、いやお前メンバー強すぎるって。うん、前の200円動かれた。涙もろいって言ったっけ。いやいや、涙もろないでしょ。ごめんな。いや、タクちゃんごめんな。よかった。人生終わったらどうだ。でもこんだけメンバー強いってことを知れるのも近いよな。うん、いや、よかった。まあ、やっぱりこんだけね、メンバーのことを思ってくれてるやつがいるっていうのは、うん、グループ YouTuber からしたらね、最高やな。最高なことやし、なんかこいつのために頑張ろうって思えるやつがいるっていうのはね、ええことやね。と、うん、いうことで、ほんまに。はい、ということで、この動画がいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。
グループのインスタグラムと、ツイッターも貼ってますんで、そちらからフォローしていただいて。はい。よかったら、ぜひください。なんかわかんないけど。みんなでまだいけねえな。100万人目指して。なんでリンおらんの？あ、そうですよ、そうですよ。よっしゃ、ちょっと右手使おうか。これ皆さん、次回とんでもない展開になってると思いますんで。皆さん、この右手で、何何何次回予告見てください。どういうこと？俺マジでお前らひどいで、人間としてひどいから。いや、負けへん。ほんまにあいつほんま消え去ってほしい。わかるわ、マジで。ほんまに。ほんま嫌から言うとんねん。もう、わかる。おい！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